バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのヨーコです。今夜のバニラスカイもうちのお姫様とね、後ほど一緒にお届けしたいなと思いますので、私たちに最後までイチャイチャとお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。おととい3月8日は国際女性デーということで、最近皆さん目にすることが増えたんじゃないですかね。ミモザという黄色の小さいお花をね、送り合ったり、そして女性の人権やいろんなことについてこうね考える大事な一日なんですけれども、私もね国際女性デーは数年前まで知らなかったんですよ。恥ずかしいですけれどもね。でも私が歌い手として歌手としてこう活動を頑張れば頑張るほど、私の周りにはとても自分らしく女性であることをね、力強く生きてらっしゃる方ばっかり出会いますので、そういう女性たちが3月8日をとても大事にされておりまして、そして私事ですけれども、私のこういつも身につけているネックレスはね、ミモザのモチーフがありましてね、私にとってもちょっと3月8日は特別な日になりましたので、まあそういうねいろんな思いを込めてちょっとお届けしたいなと思うんですけれども、そして今夜はリクエストもいただきました。ヨーコで愛実をお聞きください。夢を見た名前を呼ぶ死なない穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰を愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前に、あなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢なくすことのない愛しさも、まばたきひとつほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中、この胸の中にずっと。お届けしました曲はヨーコで愛実でした。では今夜も可愛い女の子を交えてお届けしたいと思います。こんばんは。こんばんは。シノンでございます。シノンです。国際女性デーということでしたけれども、中学校2年生が考える女性って何かあります？あ、性格がいい。何そのいきなり
女性って性格がいい言いたいことわかるよ。あの私ほらね、24時間365日あなたのお母さんをしているから、あなたが一番言いたい、そのとても簡潔なね、女性って性格がいいっていうね、まあ、素敵な人はね、やっぱ外見じゃないと中身だっていうことが言いたいでしょ、うん、もうそれも言いたいみたいだねあとはあとはいろいろじゃないですかね。もうちょっと声張って。いろいろじゃないですか、ね、なんで声張れないかなまあ難しいですよね、女性の人権を考えるとか、うん、なんていうの、こう生き方を考えるっていうのはさ、いくつになっても難しいと思います。だけど私たち日本人は当たり前にね、学ぶことが今の時代はできて、好きな人と結婚できて、大事な人と子供を育むことができて、でそれをつなげていくことができてっていうのが、この2022年を生きている私たちにとっては当たり前すぎてね、こう改めて考えるとね、感謝しか出てこないのが、まあ、私の3月8日ですね。だけれども今ね、やっぱりちょっと戦争が起こってしまって、当たり前が当たり前じゃなかったり、もう悲しさしかねこう出てこないような日常、怖さとか恐怖、こうね怯えてる毎日とかをね過ごしていると、やっぱり改めて日常に感謝しつつ、なんでこんなことが起きてるんだっていうパニックも起きるでしょうしね、うん、まあ私がこうラジオたった30分間でこう語れることではないんですけれども、とにかくまあ今ね、シノンに女性って何かなって言って、性格ってね、そう内面が言えるっていうことは私は素晴らしいなと思いましたよ。まあ女の社会は大変ですからね、はい、絶賛10代とかね、ティーネイジャーね、うん、あるでしょ、いろいろありますね、はいまあ、だけどね、別みんなこう味わってることで、いくつになってもやっぱり人間関係ってね大変だからこそ、私なんかもうねあれですよ、大事な方に愛してると言われる毎日ありがたいなと思って。あ、本当ですか。そうですよ、よかったです。私たちね、あのてるみちゃんてるよって言ってね、うん、言ってますけどね、はい、ママが愛してるよって言ってると、シノンが私はてるよじゃない、じゃあ何って言ったからてるみってまあこういうね、親子のアホな会話でございますけれども、うん、まあ、皆さんの中にもあるんじゃないですか、あのカップル同士でね、愛してるって公にはできないからちょっと手信号を送りますとかメッセージで、あの絶対ハートマークじゃないのに、なんていうのかな、このマークが来たら、あ、愛してるって意味なんだなとか。おー、いいですね。そういえば彼氏はいないです。知ってます失礼ですよねそういうことしたいいですか。いや、しなくないです。 しなくないです知りたくないんじゃなくて、しなくないですか彼氏ないのにしなくないですか。こら、まあ、憧れないの、こう放課後デートとか。いや、憧れない。あの手をつなぐのはまだ早いけどお揃いのシャーペンを使うのは許すよ。へー、いいんですね。いいよ、全然、うん、だけど大好きな BTS のグッズとかにしないでね普通に可愛い、なんか一緒に買い物に行って、まあ、デートっぽい感じでね、文房具屋さんに行きの、あ、このシャーペン可愛い、だけど可愛すぎるからこっちだったら男の子も持てるかな、じゃあ一緒に持とうよみたいなのだったらいいんじゃないいやいやいや、ねえ、私はもう大好きなキティちゃんを好きな人にも持たせるけどねじゃあシノンも、じゃあシノンも BTS を好きな人にも持ってねって言う、うん、でもほら BTS は推しの男の子のキャラクターじゃん。キャラクターっていうかもう人ですよねなんか BTS の話になったら元気になったねまあそんなこんなでね、シノンも笑顔で生きてくれてるから嬉しいなって今日もまま思っておりますそんなシノンより一曲皆さんにお届けしたいと思います。それではお聴きください、バニラスカイ。
付けしてく。子供の頃見ていた世界、いつの間にか忘れていた。疑っては自分に嘘ついて、理不尽な自由のしがらみなんてもうここにない。いただきました曲はヨーコでバニラスカイでした。ありがとうございます。今夜この曲を選んでくださって。はい、もうさあいくつになっても葛藤しまくりですよ。母はやさぐれヨーコになりますよ。とはいえですね、まあよくシノンさんが私の曲で受け継がれてくって歌ってくれますよ。うんうん、歌いますね。あの一番最初に出した曲なんですけれどもね、この曲の歌詞に太陽のような強い私でいるからっていう歌詞もあるんですよ、この曲の中にね、うんうん、まあそういうね陽子でありたいなと最近思いますけどね、うん、もうパワーが有り余ってもうずっと燃えてるみたいな女になりたいなと。あ、今更ですけど今日のテーマは女性っていうテーマですかね。うん、あ、じゃあもう私たちですね。そうですね、うん、まあ、生まれた時は体は男性だけれども生きていく上でもう女性を選びましたっていう方も、あ、素敵だなって思いますし、で私みたいにね女性で頑張って生きてきたのにお母さんとお父さんを一人でしてると半分お母さんで半分お父さんだねって娘に言われることもありますしね。そうです、あ、そうですね。これまあね、性別って時には必要ないし、うん、でも時にはあった方がねその人を守ってくれるしっていうね、うん、まあそんなものでもありますしね、うん、確かにですね。あのさ、お母さん何って歌うじゃん。ああ、ありますね、うん、洗濯していた匂いでしょだけ、卵焼きの匂いでしょ、卵焼きのシャボンの泡の匂いでしょ、シャボンの泡の匂いでしょって聞いたことある気がします。そうだよね、うん、今シャボンの泡のってそんな早く言うからシャボンの泡のそうそう、私そんなにちっちゃい時は卵焼き好きじゃなかったんだけど、シノンがさ
ママ卵焼きの匂いがするっつってどういうこともう幼稚園生の時にそのお母さんの歌を覚えた時にね、うん、ご飯を作ってる私に、私結構洗濯おばちゃんだから洗剤の匂いがするとか言われるのはまだわかるけど、うん、まさかママいい匂い卵焼きの匂いがする最大限の褒め言葉だったんでしょうけどね。あれは忘れられない一コマでしたね。ね、その時顔ニヤニヤしてませんでした？いや普通に真剣よ。だから自分が初めて知った歌の歌詞の意味をお母さんに褒め言葉として伝えたかったんじゃない？純粋に。あだからめっちゃ可愛かったよ。ママ卵焼きの匂いがする。いやーああいうあのね1ページはなかなか戻ってこないけど、でもちょいちょい一緒にいるとね、うん、面白いことを言ってますからね名言ありますよですね。そうそう学校じゃなくて、うん、お家でもう変なことを言ったりとか、まあ、してますね、はい、面白いですよね。そうね、あとねよくねその学校の子供たちでね部活の子たちにもね親御さんたちのその PTA とかの話とかあるじゃない。そういう時にまああのシノンが入ってる部活のいいのかなこんなことばかり言って。いいですよ。いい大丈夫、はい、部活 の, あの保護者会の会長さんになったんですね私がね。でその時にお母さんたちに、まあ、私子供一人なん で家族も二人なんで皆さんのお子さんで子育て楽しませてくださいって言ったんですね。へへへ。なんであのよくさほら至らないとこあると思うんですけれども、あのこの度会長になりましたみたいなことを言うじゃない。はい、お母さんそういうの向いてないからね。そうそう、うん、なんで私もあの子供たちに混ぜてほしいと思うんで一緒に青春させてくださいみたいな感じでね。度胸ありますね。なんか度胸あるかな、度胸なのかな。でも、うん、シノの友達優しいでしょ。うん、みんな優しい。そうで、シノの部活は女の子が多い部活でね、うん、それぞれにこうさ輝いていらして、子供たちが頑張ると親御さんたちもねやっぱキラキラ頑張るんですよ。応援しちゃうのね、うんうんうん、でお母さんたちもねとっても素敵な方ばっかりですね、うん、なので今年は2年生として学校を盛り上げたけれども、来年3年生としてねみんなの力になるのがねまた楽しみでありますよ。3年生ですね。お早いよ、うん、あっという間にねもう受験シーズンも終わって高校生になると思いますからね。はい、そうなるとさ、まあ、今日ちょっとテーマは女性なので、うん、きっともしかしたら好きな人と結婚してちゃんと恋愛してねいつかのどこかのバレンタインでチョコが渡せる日が来るはず、しーちゃんにもね失礼な今はうちに秘めた思いですけどね、女性もね。今はね、そうそう、うん、でそしたらウェディングロードを歩くわけですよ。バージンロードをね歩いて、わあママは泣くのかもしれないけど嫁に行くなーって言うかもしれないけど、今そういう顔してませんよあのもう焼け酒飲んでる、いけんのかなこの人焼け酒飲んでると思うよ、しーちゃんが私を置いていったまあまあまあどうどうどうってそうそう、もう準備の段階からお母さん留め袖来てください、いや結婚してないんで留め袖じゃありませんとか言ってます怖みんなに噛みついてさダメダメ、私はあの娘の幸せをちゃんと応援できる、私のシノンが取られたみたいなお母さんにならない、そういう女性をね、うん、極めたいと思いますねその困った顔やめてでは今夜最後の曲に行きたいと思います。私の愛情たっぷり、今の話を聞くとちょっとゾッとしながら聞いちゃうかもしれませんけれども、そして永田中学校音楽部の素敵な歌声と一緒にお届けしたいと思います。陽子でキス&ハグ。切り取っても好きがいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー、些細なことで喧嘩をするよりも
ニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣きもしな。僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから。ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は陽子でキス&ハグお届けしました。バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエスト大募集しています。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。お願いいたします。来週もね、受験勉強ない間を縫ってお付き合いいただけると嬉しいけれども。わかりました。ちょっと来週はね、ちゃんと女性としてのねテーマ沿って話し合いたいなと思いますよ。はい。このテーマを二人して忘れてたらちょっと皆さん怒ってください、ね、あれあれって。そう、皆さんちゃんとメッセージ、そのね、よかったよっていうねコメント、すっごく嬉しいんです。メッセージいただいて嬉しいんです。番組宛てのメッセージください。お願いします。お願いします。はい、ということで、皆さん今週もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね。いいですか？いいですか？いいと思う。はい、ということで、皆さんにとってもっともっと笑顔あふれる毎日を過ごせる1週間となりますように。せーの、バイバイハッピー。